ショーン・リチャード・ヒルは、カナダ連邦オンタリオ州、ミシサガ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。カナダ連邦オンタリオ州トロント郊外のミシサガで、生まれる。1999年の MLB ドラフト33巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名されたが、契約には至らなかった。2000年のドラフト6巡目で、モントリオール・エクスポズから指名され、6月16日に、 契約。2004年6月29日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。2度目の登板となった7月4日のトロントブルージェイズ戦で初勝利を挙げたが7月9日の登板を最後にマイナーへ降格した。8月にはアテネオリンピックの野球カナダ代表に選出された。予選のイタリア戦と準決勝のキューバ戦に先発した。 準決勝ではキューバを6回に失点に抑えたが、カナダは8回に逆転され決勝進出を逃した。2005年はトミー・ジョン手術のため全休した。2007年は自己最多の16試合97.1回を投げ、防御率3.42、ホイップ1.14という好成績を残した。2008年は防御率5点台と振るわず、9月に、 右肘の国局除去手術を受けた。2009年3月18日に放出され、3月23日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。4月に3試合に先発登板したが、右肘の故障が再発して、戦線を離脱。6月に2度目のトミー・ジョン手術を受け、10月8日にパドレスから解雇された。2010年1月22日に、 トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。11月15日に放出された。2011年1月29日にフロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだが4月2日に放出された。2012年は独立リーグであるアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約を結んだ。ここでは7試合に登板し2勝0敗、防御率2.43だった。 2012年6月18日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。9月11日に第3回 WBC 予選のカナダ代表が発表され代表入りした。同大会では9月20日のイギリス戦で1失点、7奪三振の高頭で勝利投手になった。その直後の9月24日にメジャー昇格し、帰国した。オフの10月10日に FA となった。 2012年11月12日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2013年1月17日に第3回 WBC 本戦のカナダ代表が発表され代表入りした。シーズンではトリプル A 級トレド・マット・ヘンズで26試合に登板し4勝14敗防御率5.51だった。11月5日に FA となった。 2014年3月24日に、フルスブルージーズとマイナー契約を結んだ。2015年は、フルスの独立リーグである、アトランティックリーグのヨークレボリューションと契約を結んだ。6月17日に2015年、パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出されたことが発表され代表入りしている。チームは2大会連続2度目の優勝を果たし、 金メダルを獲得した。オフの10月20日に第1回 WBSC プレミア12のカナダ代表に選出されたことが発表され代表入りしている。ヨークレボリューションをシーズン終了後に対談した。全投球の7割近くを速球が占める。メジャーデビュー当時はカーブを投げることが多かったが、近年はチェンジアップの比率が増えている。 カナダのオンタリオ州トロントに本拠地を置くトロントブルージェイズ、かつてカナダのケベック州モントリオールに本拠地を置いていたモントリオールエクスポズに在籍していた経験を持つカナダ人選手のうちの一人、ありがとうございます。